ムッダークレカルは、イラク出身のクルド人、イスラーム主義活動家で、サラフィージハード主義組織アンサールアルイコールイスラームの創設者。イラクのクルド人自治区である、スレーマニア県の県とスレーマニアで生まれた。1991年に、イラクを出国し、ノルウェーで難民認定を受けた後、アンサールアルイコールイスラームを設立した。その後もたびたび、イラクへ渡航し、 アンサールアルイコールイスラームを指導していたとされる。ムッダー・クレカル本人は2002年5月に同組織の指導者の座を降りたとしている。後に変遷を経てイスラム国となったアブームスアブ、アイコールザルカーウィーヒキーイラクの聖戦、アルカーイダ組織はアンサールアルイコールイスラームの圧戦により、フセイン政権崩壊後のイラクへ入ったとされる。なお、ムッダー・クレカルは別名であり、 本名は、ナジュムッティン・ファラジュア・フマドである。2019年に彼は、リダケ・ゼルザデと結婚しました。ノルウェーの警察当局は2004年1月、対立する政治家の殺害容疑などで、クレカルを逮捕したが、翌月の2月17日に処分保留で釈放した。また、自身の国外追放処分に言及したことを理由に、当時閣僚であったエルナ・ソルベルグに対し殺人。 予告を行ったため逮捕、収監され、同時に、ノルウェー政府から、国家安全保障上の脅威として認知された。クレカルは2年10ヶ月の刑期を終え2015年1月末に、出所したが、翌月2月ノルウェーの公共放送、NRK のテレビ番組に出演した際、クレカルが刑期を終え出所する3週間ほど前に、フランスで発生したシャルリー・エブド襲撃事件について、 私はパリで起こったことについて明らかに満足している。私たちの尊厳、私たちの原則と私たちの信仰に踏みにじる。彼は死ななければならない。地球の人口の30%を尊重しない。人間は生きるに値しないなどと発言したことで、ノルウェーの警察当局によって再び逮捕された。クレカルが刑期を終える前、ノルウェーの警察当局は裁判所に対し、 同よを、ノルウェーの首都オスロから300マイル離れた村にある難民センターに難禁する特別措置を求めたが、裁判所は、少なくとも2015年12月31日まで、ファラジュの権利において、ノルウェー国内を移動する自由、居住地を彼自身が選択する自由を優先しなければ、ならないとして却下していた。ムハンマドフュ漫画掲載問題をめぐる、構想の直後、 ノルウェーの日刊誌ダグブラデットは、ムッダー・クレカルにインタビューを行っている。このインタビューにおいて同氏は、西側の思考方法は、古代イギリシャとローマから取り入れた物質主義、エゴイズム、野蛮さによって構成されているとし、この思考方法が真のキリスト教を変えたとしている。この変化の一つの例として、西側のキリスト教が男性同士のセックスを認めていることを挙げている。 同志は、これをイエスは決して受け入れなかっただろうと述べた。そして、他方の側にイスラムがあるとし、西側は、キリスト教の品位を落とした手法と、同じやり方でイスラムを圧倒し、それを変えようとしているとの見解を示した。これについて、文明間の戦争ということかとの質問に対して、違う。文明は一つしかないとした上で、その一つの文明をめぐっては、 そういなる複数の思考方法があるとし、イスラムにおける我々の思考方法は、西側の思考方法とは反対側にあるとしている。また、今日において、我々の思考方法が優勢になり、これが西側の思考方法よりも強力であることを自ら示しているとして、その理由として、イスラムは安定した基盤、一つの神、一人の預言者、一つのコーラン、 一つの伝承を持っているとした。これが西側の思考方法の間に像を生み出し、敗者である西側による暴力の使用に至るとし、それがイスラムに対する暴力と戦争であるとしている。なお、民主主義の拡大は口実に過ぎないとし、イスラムに対する攻撃を手のようなものだとし、指の一本はイラクとアフガニスタンにおける戦争であり、他の一本の指は グアンタナモアンにおけるムスリムの投獄であり、3番目の指は預言者ムハンマドのギガの掲載であると述べた。また、我々は物事をあるがままに見なければならないとし、これらムハンマドのギガは西側の反イスラム軍事闘争の一部であるとの見解を示した。また、イスラムの思考方法が西側の思考方法より強力だというが、 それはどういうことかという問いに対し、我々には西側の思考方法に対する恐れはないし、西側の思考方法はイスラムの思考方法に勝てないとした上で、これら二つの思考方法はイラクで対立しているとした。イスラムの側にあるのは死を愛し、信仰のために殉教しようと願う者たちであるとし、もう一方の側には一日百ドルのために戦う兵士があると語った。 イラクにおける米軍兵士の死者数は西側の思考方法の失敗の証明であり、同じことはアフガニスタンにおいても言えるとし、2001年から2004年にかけて自爆攻撃は5件だったが、2005年には17件に激増したとしている。米国と同盟国の前線は小さくなる一方、イスラムは自らの前線を広げており、彼らは ムスリムの心から信仰を剥ぎ取ろうと試みているが、それはうまくいかないだろうと述べた。そして、彼らはデンマークでギガを掲載したが、それはただ、イスラムの支援に、人々が集結することを促す結果となり、この事実を私とムスリム全員が誇りにしているとし、彼らは我々を変えることができなかったが、我々が彼らを変えるのだとした。その一例として、 欧州における人口の変化を上げ、欧州のムスリムの数は、かのように増えている EU 諸国に住む西側女性の出産数は平均1.4人。一方、ムスリムの女性は3.5人だとして、2050年までに欧州の30%はムスリムになるだろうと述べた。なお、我々はビンラーディンに対する米国の発言に影響されていないとした上で、なぜなら、 彼らが言及している人物を我々は知っているからだ。我々とビンダーディンは同一の目標のためにただ異なった状況下で戦っているのだと述べた。同一の目標についてはイスラム国家におけるイスラム統治であるとし、シーアハムスリムはこの目標をイランで獲得しているとした。また彼らは極めて強力であり、そのため西側はあえて攻撃しようとしないとした上で、 イスラム国家の樹立こそが我々と西側における力のバランスを維持し永続的な平和を獲得することができる唯一の道であるとした。なお、この同一の目標の詳細について目標はカリフ制国家だとした上で我々のカリフは死にそのため我々は孤児となった。したがってユダヤ人がダビド・ベングリオンの下で戦ったように我々は我々自身の国家。 真のイスラムの統治者が統治する国家の再建のために戦っていると述べた。なお、カリフ制国家における教会は問題でないとし、カリフ制国家の樹立という事態は生じ、その後次第に大きくなる根本はイスラム統治であるとした。これこそアフガニスタンにおけるタリバンの統治を破壊した理由だったとし、彼らはイスラム国家を恐れたのだと語った。また、 誰が新たな仮不正国家を統治すべきかとの問いに、対して、聖職者である必要はないとし、立派な人物ならば、誰でも良いとした。その、立派な人物の例として、ビンダーディンとアイマンザワヒリを挙げた。なお、前者の二人が、国際社会からテロリストとして扱われている現状について問われると、ユダヤ人指導者たちは、自らの国家を持つ前までは、 テロリスト扱いだったはずだと反論した。欧州に溶け込んで生活しているムスリムについてどう思うかと問われると、彼らは選挙に参加して、カールハーゲンやクリスティン・ハルボール戦を選ぶことができるが、本質的に彼らは社会にとってなんだ価値を持たないとした。シーア派がイランでイスラム国家を作ったように、我々が我々自身の国家を獲得するとき、ムスリムは十分な政治的、 経済的支配を持つだろうと述べた。また、ムハンマドのギガの掲載を許すことと同じ表現の、自由と宗教の自由はまた、あなた方ムスリムが自分たちの見解と信念を表明する最善の保護となるのではないかとの問いに対し、私はこの国の法律によって保護されているが、その法律はムスリムを特別に保護しているわけではないし、これらのギガがそうであったような攻撃からムスリムを保護。 出来もしないとし、この事件における犠牲者は、西側ではないのだと述べた。ありがとうございます。